オリンピックチャンピオンゴールドメダリスト、アメリカのタラ・ルピンスキーさんです。オリンピックチャンピオンゴールドメダリスト in the ladies singles from the USA、 タラ・ルピンスキー。持っているものを大きなプレッシャーの中で全て出し満足いく滑りができた。サポートしてくれる観客にお返しをしているような気持ちになったと話していました、リピンスキー。ショートプログラムのあの演技です、アナスタイシア。トーループ、フリップ、オリンピックチャンピオンゴールドメダリスト、アメリカのタラ・ルピンスキーさんです。すごい拍手が降り注いできました。ホワイトリング、このエキシビションはボーカルが入りの歌でも OK です。難しいジャンプに行くというよりは、まあ、比較的自分の得意なジャンプに行く選手が多い中、ちょっと苦手にしていたフリップに挑んでいきましたリピンスキー。何しろ史上最年少、ソニア・ヘニーの持つ15歳10ヶ月を抜いて15歳と8ヶ月オリンピックチャンピオンになりましたタラ・リピンスキー。このタラという名前は両親が初めてのデートで見た映画風と共に去りぬのその地名から取ったという話です。世界で初めてトリプルループ、トリプルループの技を披露しましたタラ・リピンスキー。さあアンコールに答えます。フリーと同じレインボーです。
さあループループの連続3回転、1回で止めた。スパイラル、リンクを半周しました。ここから駆け出していったのがあのフリーの最後でした。長野オリンピックチャンピオンゴールドメダリスト、身長が伸びて1m49.8cm まで来ました。39キロ、この小さな体のどこにあんな大きな力が潜んでいるんでしょうか。キャラハンコーチに非常に厳しく指導されています。スケート選手はスケートが終わったらそれが全てではない、実社会に出ても十分通用するような人間に育てたい、キャラハンコーチの指導のもと男子はトッド・エルドリッチ、このタラ・リピンスキー、非常に、日本語で昔から